はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、アメリカ大統領選挙で陰謀論を流す人々ということでね、まあ、ちょっと今日はやっていきましょうということになっていくわけなんですが、まあ、非常に今アメリカ大統領選挙で陰謀論がねもう大量に流れるっていうね、はい、大量に流れていくっていう話になるんですけど、はい、まず大前提として陰謀論には皆さん引っかかる前提で要するに、生活しといてください。はい。私も全然引っかかっちゃいますよ。はい。これはヤッタビさんが要するにいろいろやってくれたおかげで私も要するに、ああ、そうなんだと思ったんですけど、なんだっけ、キム・ジョンウン影武者説っていうのがあって、俺、制作見てたらなんか別人なことやってんな、これ、と思ったんですけど、単純に。で、別人みたいなことやってんだけど、なんだろうと思ってパッと見たらなんか別人のように見えたんで、そう、別になんか影武者説がどうのこうのっていうのをいちいち聞いたり見たりはしてないんだけど、影武者かもしんねえなというのは思ってはいましたけどね。はい。まあ、ただなんか見え方が要するに写真の角度とかでただ単純に違うっていうだけの話なんで、まあそういうことねっていうのはありましたけど、はい。まあでも実際本当に偽物なのかどうなのかってわかんないから検証ができないからね。はい。っていう感じになるんですけど、陰謀論には引っかかる前提で言いましょう。で、陰謀論とかに強くなるためには、思い込みをしないということが非常に重要になってきます。おそらく黒に近いけど灰色かなって今の段階だと。で、おそらく白に近いけど灰色かなっていうのかな。で、完全に白だったら、これ完全に白だねっていう。で、完全に黒だったら完全に黒だねみたいな、感覚で要するにやっていくというのが、まあ非常に大事になってきます。はい。ということになってくるんですね。で、アメリカ大統領選挙に関して、なんかもういろんな人たちがいろいろ言ってきて、いろいろ間違えたことを言って帰ったんですけど、まず一つ目なんですけど、私が言ってもいないことを言ったとか言わないでください。それ誰ですかっていう。さすがに私もびっくりしたのが、一番びっくりしたのは、マジで宇宙人がやってくるっていうのは何の話だっていう。その銀河連邦がやってくるとか、なんで大統領選挙の話をしてたら UFO がやってくんでみたいな。お前何の話してんだみたいな。なんだメインブラックを見たのかみたいな感じになるんだけど、そんなこと言ってるやついたわみたいなね。はい。バイデン支持者の方から情報をいただきまして、いや、そんなこと言ってるやついるんですよって言って、そんなこと言ってるやつはさすがにいねえだろうと思って言って、いや、ここにこいついるんですよとか言って、いろいろ調べたら、言ってるやついっぱいいるわとか言って。でしょとか言って。でも俺言ってねえぞって言ったやつに言えみたいなね。はい。いう感じになるんですけど。私が言ってもいないことを言ったっていうのはマジで迷惑なんでやめてくださいね。俺はデータがおかしくねえかって言ってんのに、不正選挙があって言ってねえよそこまでみたいな。ちゃんと人の話聞こうぜみたいな。はい。はい。なんかなーって言って。はい。そう。なんか、だから、選挙結果で、要するに裁判所で選挙結果が要するに変わった場合は、変わることはあるかもしれないけど、まあ、あんまないと思うけどね、つって。どういう理屈でトランプ、バイデンが要するに勝ったっていうのが、ひっくり返ってトランプになるっていうのが、どういう基準でやるのかな、っていう話になるんだけど、それがいまいちわからんなって。まあ、その裁判してみようみたいな話であったり、この結果おかしいんじゃねえかっていうんで、わちゃわちゃ揉めたんですけど、まあ結局的には要するに、まあそれはひっくり返らなかったっていうことですね。はい。まあただ、まあ、いくつかの裁判結果ですでに出てるんですけど、これ正確に言ってほしいんですけど、皆さんね、情報発信者はちゃんと、なんか思い込みで、トランプ派なのか、バイデン派なのか、不正選挙はあったのか、なかったのか、派なのかっていうんで言ってるんですけど、まず、不正選挙はあったんです。これトランプ陣営側で既に逮捕者出てくるんですよ。はい。トランプ陣営側に出てるはず、確か。不正選挙をやりました。だから不正選挙もあったの。だからアメリカ大統領選挙で不正選挙ない時なんかないから、大体。こんなでかい規模で。はい。いう感じになるんですけど、結果をひっくり返すほどのことではなかった。それはだから違うよね、って。結果をひっくり返すほどの不正を証明できなかったよね、が正しい。本当はあるかもしれないけど、裁判所がひっくり返らないよねって。で、裁判所でひっくり返らない以上は、それは、要は、肯定せざるを得ないですよねって。だから、これ、厄介なのが、極端な話だけど、今度トランプが勝ちましたってなったら、自分の情報、要は大統領で復帰してきましたってなると、情報公開しますって話になってくるでしょって。で、その情報が、要するに公文書の開示とかで情報が公開された結果、やってんじゃんっていうのが出てくる可能性があるんですよ。だからそこでまた混乱するんだけど、混乱したりする可能性は全然あるから、注意しとこうねって話です。
で、私が一番初めにアメリカ大統領選挙で言ってたのは、これトランプが勝ってもバイデンが勝っても郵便投票とかなんかわけのわかんないのになんか導入したんだね。これ勝っても負けても揉めるぜこれっていう話になる。重複とかがあるんじゃねえのみたいなね。話になってて、で、これ重複とかがあるんじゃねえのって。俺が言ったの初め、重複があるんじゃねえのって言われる。なんか2枚出してるやつとかいないとか言って。はい。ちょっと数字的におかしいぞっていう。はい。か人口の比かなんかどっちかがおかしいぞっていう話になるんですけども。っていうことを要するにまあやってたわけなんですけどね。はい。じゃあ次行きましょうということで、トランプ派でもバイデン派でもないという感じになってくるわけなんですけど、トランプ派でもバイデン派でも私ないので、はい。なんでそんなにあの日本人がトランプとかバイデンに熱狂できるのかさっぱり理解ができないんですけど、そう。アメリカが自国ファーストって言ってるトランプをなんで日本人である俺が支持しなきゃいけないのかよくわからないし、支持する意味わからないですと。で、バイデンを支持するって不支持になるの別にどうでもいいんで正直。うん、別に台湾有事の時にアメリカ合衆国が日米安全保障条約を要するにやりますってバイデンやったんで、あ、じゃあ別にどっちでもいいっすよみたいな。はい。それさえ確約がいただけるんであれば別にあの、あとどうでもいいんで、みたいな感じでしょ。だから日米安全保障条約上で台湾有事の時どう動くのアメリカはっていうんで、それでまあ菅さんはちゃんとやってきたんで、菅さんバイデンとの会談の中で、はい、こういうふうにしますねっていうことをやってるんで、別にそれに関しては要するにごちゃごちゃするつもりはないんで、はい。まあ、私的にはトランプ派が勝ってもバイデン派が勝ってもまあ、東シナ海は関係ないかなっていうふうには思ってますね。はい。で東シナ海さえ要するに守れれば別に、俺はそんなになんか困ることではないので、はい。まあ、そこだけですね。なんであんまり今回盛り上がってるつもりはないです。はい。ではまず順番に行きましょうということで、アメリカ大統領選挙で陰謀論を流す連中っていうのを、これ皆さんしっかり覚えておいてください。はい。これはちゃんと要するにちゃんとあります。公安調査庁とかにちゃんとデータ載ってます。防衛白書とか、ね、警察白書とかに載ってますんで、そういうのをしっかりと見ていきましょう。まず一つ目、はい。ロシア、中国、北朝鮮、イランなどですね。はい。もうちょっと詳しくないんで、まあ、4つぐらい覚えておくです。ロシア、中国、北朝鮮、イラン。これ。はい。これは何かっていうと、これも完全にアメリカを敵対している国家です。はい。で、まあ、イランはともかくとして、イランとかはともかくとして、我々日本人が一番警戒しとかなきゃいけないのは、ロシア、中国、北朝鮮っていうこの3つの国っていうのを要するにちゃんと見とかないといけないということになります。で、彼らがなぜそのアメリカ大統領選挙で陰謀論をバンバン流すかっていうことになるんですけど、他国で流しまくるかっていうと、アメリカという国の信用値を落としたいんです。これスパイ工作の一つなんですよって。仲のいい要するに、同盟国があった場合っていうのは、自分を好きになってもらうんじゃないですね。同盟国を嫌いになってもらうのが大事になってます。これずっとやってきてますからね。これ、ロシアなんてソ連時代の時に分断工作延々やってますということです。はい。で、中国の情報工作は正直な話、猿が見ても要するにわかるっていうような情報工作活動っていっぱいあるんですけど、ロシアの方はこれは要するに非常に奇妙です。はい。あの、相手を要するに、ま、気持ちよくさせて、要するに、これって素晴らしいよね、みたいな話っていうんで、うまく話を乗っけていくっていうふうな話をやってきます。で、ボロがあった場合に関して、要するに、なんかおかしなこと、ま、言ってね、みたいなことを言うんですけど、まあ、その時にスッと消えていくんですね。言い返してこないんですよ。言い返してこないんで、まあ、非常に見破りにくいっていう話ですね。はい。だから、皆さんもわかると思うんですけど、ロシア、アメリカ大統領選挙で、選挙が要するに乗っ取られたんじゃないかっていう情報を要するにバーって流してたアカウントの、大体私の体感値で6割ぐらいじゃないですかね。6割ぐらいが、ウクライナと戦争になった瞬間、親ロ派の情報ばっかり流しましたからね。ロシアは素晴らしいみたい、ウクライナが悪い、ウクライナが悪い、ウクライナが悪いみたいな情報が、ブワー流れてきて、あ、これ危ねえわ。ああ、やっぱりそいつらこうやったんかっていうような感じで、まあ、X のポストとか、まあ、一斉に変わったということになりますんで、まあ、アメリカ大統領選挙で、まあ、陰謀論がカスかバカス流してくるのは、まず国単位で言うんだとしたら、ロシア、中国、北朝鮮、イラン。はい。で、このら国々ってアメリカ大統領選挙にもがっつり介入します。はい。2020年、トランプ大統領が誕生した時、ロシアゲート疑惑っていうふうな話で、ロシアがアメリカ、ロシアがトランプ大統領に介入、に勝つように介入したりであったりとか、アメリカ大統領選挙に票を操作しようとして、いじったりっていうことは、見つかってます。これはトランプ大統領も確か、トランプ前大統領もしっかりと認めています。はい。ロシアの介入がありました。関与がありましたっていうことは、はっきりと分かってますので、つまり他国からの要するに、大統領選挙に対しては介入があるものとして、
覚えておいてください。そして、日本でも要するに情報工作をしていこうという感じになっていくわけですね。で、二つ目こちらですけど、日本の審査局と局。はい、こちら。この人たちは日本を破壊しようとする人々です。はい、この人たちは日本を破壊しようとする工作活動をしている人たちなので、はい、基本的には破壊工作活動をする人たちですよ、ということなんですね。はい、だから日本の審査局に関しては非常に鬱陶しいです。はい。まずコロナは陰謀だっていうふうな話をしていて、なんかマスクは良くないみたいなことを言い出して、で、挙句の果てにマスクはどうのこうのって言い出して、で、次に要するに言い出したのは、なんかワクチンは危険であるっていう論文になって、新ロシアみたいなことを言い出すっていうね。お前は何や、疑惑の総合商社かなんかなと思うんだよ。何や、情報工作の全てが、煮詰まった状態なんか審査役ですかってことなんですけど、審査役これテロリストなんで。はい。で、ここにさらに乗っかってくるのが、武蔵陰謀論っていうのが乗っかってくるんですよ。日本の選挙っていうのは、武蔵っていう投票機械っていうのが、その、票を操作していますっていうことを、まあ、主張してくるっていうふうな話なんです。はい。で、票を要するに操作して、要するにそういうふうなことをやってきますよ、ということを要するにやって、日本の選挙制度っていうのは、実際は要するに機能していないっていう主張をするという、まあ、テロリストグループですね。はい。だから、そういう人がいたら、私はいつも言ってる、わかったから、それは証明してから来てください。証明してから来てくださいとか、あなた審査役の日本のテロリストと同じ主張してますけど大丈夫ですかっていう。まあ、この二つだけしか言われません。はい。いや、それは、審査役の、閣僚協とかと同じこと言ってるんですけど大丈夫ですかみたいな。はい。まあ私は関わりたくないので、つって。テロリストの仲間認定されるのは非常に嫌なんで、どっか行ってもらっていいですかみたいな感じになってきますんで、アメリカ大統領選挙の選挙が疑わしい。従って日本の選挙も疑わしいっていうわけのわからん論法できますが、まあ結構引っかかってる人いますんで、まあ注意しましょうということになります。そして三つ目ということになるんですけど、三つ目、カルト宗教ですね。これも要するに非常に多かったですね。まあ一番ひどかったのは幸福のカードですね。はい。幸福の科学とスピリチュアル系の宗教団体ってことですね。なんかスピリチュアルが、とか言ってね。なんでスピリチュアルのこと語ってる 宗教団体が要するになんかアメリカ大統領選挙にやたら熱心に情報発信してんだよって思うんだけど、アメリカ大統領選挙で要するにおかしな現象が発生してますよっていうことだから、おかしな現象は毎回発生してんだよ、俺からすると。毎回発生してるし、上院議員の選挙とか下院議員の選挙でも、これって民主主義の選挙かみたいなことっていっぱいあるんですよ、アメリカって。あるんですよ。で、これを要するに、言っちゃえば、じゃ選挙ってみんな、あれだからね。別に日本でも昭和だったりしたら金飛びまくってるし、ほんまに人死んでるし、偽文書流れまくってるし、やりたい放題やってたわけなんですよ。はい。っていう感じになってくるわけなんですけど、まあ、こういう人たちが真実を皆さん、講演会に来てください。我々で要するに新しい明日へ要するに考えていきましょうっていう話になるんですけど、これはっきり言いますけど、金を得るためだけです。皆さんいいですか？よく考えてくださいね。この国のことを変えていきましょう。で、この国の中には要するにディープステートでもなるんですよ。ディープステートってちょっと意味が違ってるんですけど、トランプ大統領が使ったのと意味がだいぶ変わってきてるんですけど、要は悪の要素になんか黒幕がいてみたいな、それらに我々は要するに監視されて支配されてるんですって言ってるんでしょ？言ってるんでしょ？なんで堂々と人が集まっとんねん、そこで。アホやろ？監視されてるんやね、みんな。監視されてるのに一箇所に人集めてどないするんですか？一箇所に全員一人ずつに集めましたってバカですかって話。で、二つ目はこれ。金を得ますっておかしいやろ、こいつらがやってること。いいっすか？今彼らは影の軍団であったり闇の勢力と戦おうって言ってるんでしょって。で、この人たちが要するに闇の勢力と本当に戦うよって言うんやったら、信者たちに金と武器を渡さなあかんじゃないですか。そうでしょ。金と武器を渡して俺と一緒に戦ってくれって言って全財産はこれだけしかないと。なんか万が一の時があった時は金はバンバン払っとくと。俺と一緒に戦ってほしい。これは意味がわかる。これは意味がわかるけど、なんでこいつらが金を集める必要性があるんですか。で、ちょっとやってることが圧倒的におかしいっていうのはそういうことなんです。いいですか、皆さん。もし松井先生が本当に何かの危機を感じました。で、これは、いずれ要するに、国民に対して虐殺されます。まあ、ポルポルトみたいなやつが、大統領とか、日本の総理大臣とかになるっていう未来が確実に分かってしまいまして、ポルポトさんね。はい、ポルポトさんがなりましたっていうふうになって、国が内戦状態になりますっていうことが分かってましたっていうふうになります。
私だったら何を言いますかって。俺にスパチャを投げてる場合じゃないと。お前らその、要するにスパチャ投げる金額を要するにやって、まず筋トレしてこいと。ジム行ってこいと。格闘技習ってこいと。ね。で、金がある人で、要するにハワイとかに行ける人たちは、拳銃の打ち方の練習してこいとか、そういうことを言うはずじゃないですか。俺にスパチャを投げてる場合じゃない。一人一人が戦闘員として戦えるようにしましょうっていう発言をするわけじゃないですか。金集めた時点で、こいつら遅いから。うん。金集めた時点で、なんか国のために何かをしましょうとか、この世界の真実のために何かを要するにみんなと一緒に行動してみましょうって言うんで、金を要するに信者から集めた時点でおかしいからね。スパチャみんなお金送ってくださいって、そのスパチャのお金は私の欲望に使われますって言ってスパチャ投げてるやつは、それって正直だよ。松井くんやけどね。松井くん、皆さんスパチャありがとうございますって、松井先生の食事代になりますとか、食費になりますって言って、スパチャありがとうってちゃんと言ってるからね、俺。何一つ嘘ついてないからね。この間米買ってきましたけど、米買ったりとか、さっさんとなんかどっか行く時のお金に使わさせてもらいますってちゃんと言ってるからね。はい。大切に使わさせてもらってますとか言ったりしてますからね。タバコライトをされたらタバコ1個買ったりとかして ありがとうございますっていうなんで、ちゃんとやってますから私はね。はい。で、4つ目ということなんですけど、これも要するにひどいんですね。まあ、一番ひどかったのが闇の熊さんっていうね。これほんとひどかったんですけど、はい。まあ、あいつほんま煽るだけ煽り散らかしてよ。闇の熊さんですっ って、もう俺はもう言うよっつって、言うよっつって、うわぁ、とか言うよね。まあ、あれ結構ね、エンターテインメントとして面白いんですけどね。ほんまにね、みんなが混乱してる時にあいつ動くんだけどね、マジで鬱陶しいんですね。要所要所であいつ動いてくるんで、俺あいつほんまになんかどっかからなんか金の音んちゃうかとか思いながら、なんかずっと見てましたけどね。はい。まあ、こないだ闇の熊さんからね、名誉毀損とかで訴えられたりしたら嫌やなと思うんですけどね。あいつほんと立ち悪かったですね。はい。YouTuber やインフルエンサーということになります。で、あとは本を要するにやってるところもあります。で、私のところにも要するにあるんですけど、食料不足になると、ロシアとウクライナが要するに戦争になったら日本で食料危機が起こりました。私起こるわけねえだろって言ったんですけど。いや、こういうこと書いてる、本を書いてる人いるんですよ。嘘ですって。はい、はっきり言います。嘘です。ありえません。はい。ありえません。食料危機ってどんな国で起こるんですか？金がない国です。はい。金がない国で起こるんです。自然を大切にしない国で、食料危機が起こるんじゃないんです。軍事力のない国だよ。ね。金のない国が食料危機に起こるんです。ですか？金があって、ね。軍事力もある国がどうやって食料危機を起こすんですか？ちょっとみんなバカも休み休みで。で、日本、海で囲まれてるんですよ。海上を全部封鎖するんですか？日本の海上を。日本の海上を全部封鎖して貿易が全然できなくなりました。とか。日本政府が超絶頭がおかしくなって、明日から鎖国しますとか言って、ね、食料危機が発生します。これはわかる。ありません。はい。いや、肥料が高騰する。高騰するだけです。値段が高くなるわけです。食料危機まではいきません。さ、餓死者3割出るとか出ません。はい。っていうことなんですけど、これは、要は、YouTube のタイトルの付け方とかそうなんですけど、要するに、怖い、本当は起こるかもしれない、要するに食料危機とか言うんで、タイトルを要するに、煽っちゃえば煽っちゃうほど、PV が取れちゃうんですよ、これ。取れるのよ、これ。そう。だから俺もタイトルの付け方で、なんかこれ、なんか正確なタイトルじゃなかったなっていう時の方がやっぱ再生回数が高かったりとかするんで、はい。そういうのは要するにありますよということですね。はい。そして5つ目ということになるんですけど、暇人。はい。これ結構、多いんですけど、陰謀論がなんで拡散するかっていうと、なんか暇な人が、そうだそうだ、みたいなね。なんかとりあえず何も考えてないみたいな。そう。なんか明確な目標がないんですよ、この人たち。そう、なんか、インプレッションが欲しいとか、なんか、どうのこうのが欲しいとかじゃなくて、ただただ暇つぶしとか、なんか遊びたいとか、まあ、いたずらですよね。いたずらをしたいとかいうだけの理由で、なんか、そう、トランプ派はどうだとか言って、こう、トランプ派はこうだ、こうだとかですけど、二つ多分よく似たようなアカウントこいつ持ってんなと思って、こっち側ではトランプ派を煽り、こっち側ではバイデン派を煽るっていう、まあ何もしたいとかじゃなく、ただただ暇なやつっていう、まあ非常に迷惑なやつですね。っていう人たちもいるので、まあこういった人々が、まあ要するに陰謀論っていうのは加速させるということになります。で、私はこれに対して、トランプ支持者側もバイデン支持者側にとっても都合の悪いことを、であったりとか可能性について言及しちゃうので、
まあ、全方向敵になるっていうことになるんですね。はい。で、全方向敵になっても同じことするんだします。はい。でもね、皆さん大事になってくるのはいいんですけど、いいですか、アメリカ大統領選に不正選挙があったということを考えることも別にいいし、不正選挙はなかったと考えることも別にいいわけです。ただ事実としては4年間バイデンが大統領になったけど、特に中国が増長して、軍事力が増強されて、日本の安全保障が脅かされるとか、ロシアが増強されることも、北朝鮮の軍事力が増強されるわけでもなく、ね、岸田総理は 2% に向けて防衛費を増額し、中国の経済は悪化し、ね、輸入がどんどん減ったりとかして、で、ロシアはウクライナ戦争で疲れ、日本の周りに関して言うと安全レベルっていうのは逆に上がりましたよねっていうのはこの4年間ですよね。これ間違いない事実だと思うんですよね。はい。っていうことになってるんで、要はここまでのことをきっちり当てられたっていうインフルエンサーや YouTuber ってほとんど要するに私は見てないんですよ。だからこれやったら、バイデン、だからこれを言ってんといいですよ。バイデン大統領になったから、まあ世界は混乱するかもしれないけど、日本は大丈夫だよねって言った人います？こっちを見ないでいただきたいんですけど、こっちを見ないでいただきたいんですけど、あの、予言者にされるのは本当に鬱陶しいんで、こっちを見ないでほしいんですけど、まあ、確かに言いました。バイデンになっても計算した結果大丈夫だねって言ったらね、まあ、すごい勢いでトランプ支持者からね、怒られましたけどね。はい。いう感じになります。では、ここはしっかりと覚えましょうということです。ここはしっかりと皆さん覚えておきましょう。はい。皆さん、いいですか？覚えておいてください。何があってもお金を出さない。いいですか？あなたに価値があるんだったら、あなたにお金を持ってこられます。いいですか？お金を出さないでください、皆さん。いいですか？カルト宗教にお金払わないでください。いいですか？ YouTuber やインフルエンサー、こんないい加減なこと言ってる YouTuber やインフルエンサー、大統領選挙で、こうなるとか言ってる人たち、あの、視聴者のことなんか絶対何も考えてませんよ、はっきり言いますけど。はい。視聴者のこと絶対何も考えてません。私、X もいろいろやるんですが、それはまだ可能性の段階であって、こうだと断定したら陰謀論になるでしょっていう風に、すべてのケースに対して、それは陰謀論になるよって言ってやってきたわけですよ、私のところは。X で3000人ぐらいになってますけど、ね。YouTube では1万ちょっとになって、まあ1万3000人ぐらいいますけど、そうやってこう一人一人、いいかよく考えろという感じになってるわけです。で、幸福の科学はディスり倒しね。ね。幸福の科学はディスり倒し、スピリチュアル系の宗教団体、要するにディスり倒して、YouTuber の言ってるやつは全部要するに叩いて、パンパンに叩いて。もう一番腹立ったほんと、深田萌え持ってくるの、マジでイラついたよね。なんで深田萌え持ってくんだよ、こいつらとか思いながらね。深田萌え、深田萌えさんは、日本のことを考えている本当の星なんです、とか、アホみたいなこと言うてるやついっぱいいましたけど、あいつは中国で中国人が土地いっぱい買いに来てますから、そう、高くで売れるんですよ、って言ってたやつだった。そうなんですよ、中国ではですね、人が たくさん土地を買ってくれるんですね、っての中国の土地、えらい中国の友達多いのみたいなね。はい。こと、まあ、平気で、いや、映像に残ってましたからね。はい。そう、中国に土地を売るんで、次の時は、保春がね、なんか YouTube 界とかでは人気が出てたらね、中国からで守るとかやるんですね。すげえなと思うけどね。真逆のこと言ってて、ついてく信者ってなんなんやろと思うよ、俺からすると。それが間違ったことも言ってますとか言うんやったらわかるんですけど、私も。俺も全然間違ったこととか、正反対のことになったりするってのは全然あるから、わかるけど、それでなんかお金突っ込みまくりますってのはちょっとどうかしとんのかなと思うんですね。はい。いうことになります。で、これ非常に危ない組織がいっぱい、リアル陰謀なんですよ。だ陰謀論を流してるやつが陰謀なんです、これ。はい。これずっと俺1年間追い続けて、公式のデータとか、公安調査庁からのデータとか見てて、やっぱそうじゃんって言って、陰謀論を流してるやつらが陰謀なんですよ、そもそもこれ。わかります？トランプは本当は買ってたんだって言ってる勢力、これ全員陰謀なんですよ、これ。そう。で、バイデン側が買ってますとかいうことも言うやつも、これもだから両方一緒なんですよ、これ。これ見てみて、だって見てみ、保守論客とかで、なんか百田直さんとか、常念塚さんとかが、争いになってたじゃない、和也さんとか、有本さんとかで、あの辺がわーってやる争いになって、俺から言わせれば、アメリカ大統領選煽ったの全員やからなって話だよ、俺からすると。散々連日連夜のようにマスコミと一緒になってやで。煽るだけ煽ってやで。ねえ。ほんで、この選挙揉めるからみんなも情報に気をつけましょうねって一回でも言ったんかと思うよ、俺。選挙前に。一回も言わんかってんか。
そうやんか。ほんでさ、自分と考え方異なる人だったりしたらさ、無能だ、バカだ、何考えてるんだ、論外だってさ、そら陰謀論にハマってる奴らをどんどん増やしてる状態じゃないですか。でしょって。で、今回の、東京都知事選挙で見てください。あんだけインフルエンサーとか、YouTuber ってあんだけええ加減な情報発信してくれんね。不思議な踊りしまくってくるんね。日本国内にいて日本国内のことだけにも関わらず、石丸さんは素晴らしいと言ったら、あんさだ。小池、いや、英語かもしれないみたいな。何やねん、お前っていう。石丸さんのこういう問題って、問題だよねって。お前、ツイッター見てたんかって。X 見てたんかって。みんな知ってるわ、みたいな。はい。もうみんな問題になってるって言ってんじゃん。何今選挙終わった、突然、気がつきました。誰が考えてもおかしな話です。というような具合に、まあ、いい加減な人たちはいっぱいいると思ってますんで、皆さんね、そういうのに、騙されないようにしてくださいね。はい。私も要するに、みんなから要するに見てもらえるというか、PV 稼ぐ方法の動画作るってのはできるんですけど、それはうちはやってないので、はい。皆さんがね、ほんと変な、ね、宗教団体とか、カルト宗教とか、保守論客とか、まあ、いろんな要するにいい加減な情報発信者とかに、まあ、お金を投げまくるということがないようにだけね、してあげてください。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。